仮想技術管理士。どうも、仮想技術管理士一級の下田です。ということで、YouTube のコメント欄で、仮想技師って何ですかっていう質問がありましたので、今回はそれについてちょっとお答えしようかなと思っております。で、まずこの仮想技師、これは、仮想技術管理士と言います。で、この仮想技術管理士には、2級と1級があります。僕の場合はですね、2級を飛ばして、最初から1級で、取得をしました。なんかね、仮想の、まあ、従事している年数が何年以上とかやったら、もうすぐに1級取れるって、なんかそんな話だったと思うんですけれども、まあ、それで、1級を取ったと。で、この仮想技師を、なんで取ったんですかっていう話なんですよ。実はこの仮想、技術管理士という資格持っていなくても仮想場働けるんです。仮想場職員は別にその資格いりません。はい。なのである意味別になくてもいいんですけども、それをなぜわざわざ僕は取っていたかというと、当時僕仮想場職員の時って、まあ20代ですよね。20代の男の人がお骨上げとかをね、こうするわけですよね。お骨の説明とかをするんですけれども、僕自身はそんな別にいいんじゃないのと思うんですが、ただ遺族感情的に50代60代とかの、例えばもう人生をねある程度こう積んでこられた男性のおじさんとかがこうやって骨の説明するのと、20代の男の子が骨の説明するのやったらね、どうしても不安がられるんですよ。こんな若造がと、骨の説明してるけど大丈夫かっていうふうにね、直接、まあ、言われたことはあるけど、大体直接は言われないんですけど、なんかこう空気感で伝わるんですよね、やっぱりね。だからこそ、やっぱり僕はかなり勉強したわけですよ。で、やっぱりその人生経験が少ない分ですね、勉強して知識を入れておかないと、やっぱりこの差が生まれちゃうんですよね。で、プラス、その仮想技師の資格を取っていればですね、その仮想技師取ってますってところをつけてたんですよ、名札をね。そういうのをつけれたんで、なので、じゃあ仮想技師の、もうせっかくがもう1級を取って、もう1級ですと、仮想技術管理士ですと、大丈夫です、私は、ちゃんとできます、大丈夫ですよ、若いですけど大丈夫ですよっていう意味合いも込めて仮想技術管理士1級を取ったと。で、プラス、僕が働いていた会社では、それでなんか給料が1万円か2万円かなんか上乗せ、ちょっと忘れましたけど、なんか上乗せだったんで、それも含めて取ったということになります。で、仮想技術管理士、これ面白いんですよ。何が面白いかというと、この動画を、見られている方の中で、おそらく現職の仮想場職員の方、おられると思うんですよ。必ずいるんじゃないかなと思っております。で、このね、僕が、動画で話していることを、いろいろ聞いていたら、そんなことあるとか、そんなん聞いたことないけどなっていうこともいっぱいあると思うんですよ。仮想技術、実際の仮想場職員の方でも。これなぜかというと、普通に仮想場職員として働いていたら、日本の地域の、この地域のこの仮想場で働いている経験しかないわけですよ。普通は。僕も基本的にはそうなんですよ。基本的にはそうなんだけれども、その自分の働いている地域の自分の働いている仮想場というのがいかに小さい、ものすごく実はそこだけの常識なんだよってことが仮想技術管理士、勉強するとよくわかります。これね、僕はもともとこれ仮想技術管理士はね、通信教育なんですよ。実は教材が送られてきて、で、それで勉強して、こう、まあ、書いて、変装してっていうのを繰り返すやつなんですけれども、年に3回かな、仮想技術管理士の資格を取れるチャンスがあります。で、その通信教育ももちろん、まあ、やっぱりね、仮想の歴史とか、日本の地域別の仮想の方法とか、もしくは世界中、仮想土層、水層、風層、超層とか、いろんなそのね、そうそうと仕方ってあるんですけども、それのこととか、ものすごい詳しく書いてあるんですけれども、僕が一番ね、ためになったなと思うのは、実際に、大阪の某仮想場に、行きましてですね、で、そこにね、
全国から仮想技師の、資格を取るために、やってきた。もう本当にね、北海道の方とか沖縄の方もいらっしゃいましたよ。本当に全国各地から仮想場職員が集まるんですよ。で、そこでディスカッションするんですよね。うちはこうこうこういうやり方です。うちはこうこうこんな感じですって。これがね、日本全国全然違うんですよ。なのでね、本当にその時に僕は、あ、自分のやっていたことっていうのはこの狭い地域の狭いところだったんだなと、すごく痛感させられました。そういう意味でも、このもしね、動画を見られていて、仮想場職員になりたいとか、もしくは現役の仮想場職員の方でもっと仮想の地域を、知識を増やしていきたいという方がおられたら、ぜひこれはね、いいですよ、取っていただいたら。で、その中でもね、この、日本再現協会というところが、まあ、発行している、この仮想概論という本があるんですよ。これがすごいですね。本当にいろんなこと書いてます。まあ、当然その仮想炉の、まあ、設備のね、ことだったりとか、世界各国の仮想の現状だったりとか、まあ、日本のこともそうですけど、あと災害時の仮想ね。これは、まあ、発行された時は、あれだな、阪神淡路大震災の時の、神戸市の仮想場が、どういうふうに対応したかとか、実際の災害の時の、まあ、そのあたりはね、また他の動画でちょっと紹介しようかなと思ってるんですけども、まあ、そういったことが書いている、すごく素晴らしい本ですね。はい。で、まあ、こういうね、仮想技師2級1級あります。で、実際取らなくても別に仮想場職員にはなれます。で、仮想場職員だからといってこれを取らなければならないということでもないです。別に取らなくてもいいんですよ。まあいいんですけれども、まあ、知識を深めるという意味では、すごく重要な資格なんじゃないかなというふうに思います。で、またその皆さんでね、大阪の、とある仮想場でディスカッションした時も、実際に、仮装しているところをみんなで見学しました。まあ、そこの仮装場では、まあ、こういうふうにしますよと。あ、ではうちはね、この時こういうふうにするんですよとか。あ、うちはこう、焼き方とかもそうですよ。それもやっぱり全然違いましたね。で、その、他の動画でも言ってる、例えばその遺体がね、仮装中に動くとかいうやつも、やっぱりね、火の勢いで炉の、大きさというか、なんかその状態とかでね、結構変わってくるみたいなんですよね。ある方は全然動いたとこ見たことないっていう方もいました。それはね、ちょっと九州の方の仮想場の方だったんですけどもね、そうですかって。まあ、どうやらその温度とかね、なんかそんなんもかなり、関係してるっぽいですよ。まあ、そこまでね、別にこう学者さんに、なんかこうなんでしょうね、こう調べられたわけではないので、ちょっとわからないですけれどもね。まあそんなこともありました。まあ知識を深めるにはすごくいいんじゃないかなと。で、しかもなんですよ、皆さん。この仮想技術管理士。まさかびっくりなんですけれども、先ほど、まあ仮想は職員になっても別に取らなくていいと言いました。ね。で、別に、仮想は職員になるために、取る必要もないと言いました。で、仮想は職員に、なる気がなくても、で、今現在、仮想場職員じゃなくても、これ実は取れるんですよ。これ僕知らなかったです。この動画を撮るためにですね、もう一回、自分が、まあ、その通信教育とかね、その教材でいただいたやつを一回全部読み返したんですよね。で、その募集要項を見たら、実務経験を問わない感じなんですよ。ですので、まあ、確かね、1級はすぐには取れなかったと思います。実務経験、ない場合ね。なので仮想技師2級だったらね、実は皆さん取れますので、まあもしそういうちょっと資格とかにね、興味ある方はぜひ取ってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。今日は仮想技術管理士について、まあちょっと触りだけ、ふわっと薄くだけ、紹介させていただきました。まあまた興味のある方はインターネットで日本環境再現協会というところ検索したら出てくると思いますので、調べてみてはいかがでしょうか。ではまた。仮想場チャンネルでは皆様からの質問をコメント欄より募集しております。その質問の中から答えられる範囲でこの番組内で私がお答えさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。